殺しはするな、気絶させて気絶させて気絶させて、救える限りのドロイドと人間は気絶基本で。いいぞ、撃たない撃たない、マーカスとリンクしてる考え方、いいぞマーカス、それだそれ。お、やんだ。え、戦いよ、やめてください、戦いよ。化学兵器ってなんだ、歌うはさすがにバカ、ゼウニス、何化学兵器って、化学兵器、あ、爆弾、あ、爆弾ってなんだっけこれ、この時話あんま聞いてなかったんけど、情報は未確認のものばかりで、現時点では公式な発表は一切ありません。デトロイト南部で爆発がありました。オッケーオッケー。犠牲者の有無は不明ですが、爆発は現在デトロイト市内で発生しているアンドロイドの反乱に関連するものと見られています。化学兵器が使用されたようです。なんてこと。当局がデトロイト市内からの緊急避難を発令しました。事実、化学兵器だとすれば、数十キロに及ぶ範囲が致死的状態に陥るでしょう。デトロイトが。デトロイトがたった今アンドロイド反乱軍の手に落ちました。実に悲惨な状況です。あれ、これはまさに世界の破滅です。本日変異体アンドロイドがデトロイトで化学兵器を起爆しました。この爆発によりデトロイト市内に致死量の有害物質が放出されました。え、現在そんなやばいやつ、住民の安全を確保するため軍が爆破地点から半径80キロ圏内に住む全市民を避難させています。町は今後10年にわたり居住不能となるでしょう。え、アメリカ合衆国の歴史が始まって以来初めて我が国の都市が自由とかの話じゃなく掲げるな。我々は持てる力の全てを尽くして戦い、そして必ずやデトロイトを我々の手に取り戻し敵を根絶やしにすると誓います。人類は今史上最も重大な戦いを迎えようとして。これじゃあデトロアンドロイドは生きれる、破滅につながる戦いです。やったぞ、やったのか。俺たちは、そしてアメリカに神のご加護があらんこと、自由だ。自由だ。自由だ。アメリカ乗っ取れたってこと？思ってもない。自由よ。やった。自由エンドやん。自由だ。我らノース、とんでもねえものはとんでもねえタイミングで渡してきてたな。なんでそんなもの手に入ってんのノース。え、なんでどっから手に入ったノース、そんなやばいもん手にしてたのうち。